疲れとんの？あ、来た来た。さて、今日は愛知県新城市ですね。ここからですね、ちょっと北の方に向かおうと思いますけど、実はこの新城に鉄道が昔走ってたんですね。田口線っていう鉄道なんですけど、その残りといいますか、名残といいますかね、まあ、その名残がですね残ってるということで、ちょっと見に行きたいなと思います。これ何？これもそうかな、ある意味。すごくない？ただあんまり北の方って大丈夫かな、道がなんか凍結とかしてたりせえへん？心配。おお、この辺か。はい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 。おお、この辺か。この辺をちょっと左に入りますよ。確かトンネルが2つあるらしいんですよね。で、その向こう側にホーム、駅のホームが残ってるんじゃないかってことで行きたいんやけど、これ大丈夫か？人んち？もろ人んちやな、じゃないの？大丈夫か？はぁ？おぉ？はい、これかぽいね。ぽいけど、この反対が、あー、ここトンネルあるね。これ鉄道の跡か。すごいじゃん。ちょっとこれまず右から行こうか。大丈夫かな。いや、ちょっと滑りそうやで、嫌やな。
怖いなあ。なあ、ゆっくり来な、ゆっくり。怖いで滑るからな。怖い怖い。おお、怖い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 。気をつけろよ。よし、よし、怖い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 。いやさて、鉄道跡回ってますけど、あ、トンネルすごいな。さて次はもう一気に終点のところまで行こうかなと思います。まあ、途中でなんかあれはまあ見ますけど、どうかな。うわ、まあ終点の駅の方はどうせもうなくなってますんでね、片付けられて。なんで田口店のなんか記念館か保存館っていうのか資料館っていうのかな、そういうのが残ってるみたいなので、というかまあ資料館だかなんだかあるみたいなんで、そこにね行こうかと思います。蓬莱寺山、これどっち、え、あ、左か、あ、びっくりした、びっくりしたな、もう。右とか左とか言うてくれへんねん、このもう Google ナビは。実は最近新しいカメラを買いました。オリンパスのね OMD EM1 Mark II というカメラですけどね、初代の EM1 というのは僕持ってましてですね、まあ良かったんですよ。あれが若干小ぶりと言いますか、まあ僕の手にちょうどいいと言いますか、うん、合ってるなぁとは思ってて、すごい気に入ってるカメラだったんですけど、若干 Mark II になってからですけど一回り大きくなった感じしますね。ちょっと握りとか、まあ、全体的にですけど、なんでまあまあちょっと違和感あるっちゃ違和感あるんですけど、まあ、すぐ慣れるかと思いますけどね。さすがにでも鉄道の廃線跡、全部を調べるっていうのはちょっと難しいなあ。わあ、この辺なんか昭和の感じの、え、まっすぐでいいのかな、そんなわけないよね、左だいな。なあ、これ案内とかちゃんとやってくれへんねんな。なんかちょっと昭和な感じの街並み、うわ映ってた。あー、ここの交差点を曲がったら千枚田か、はい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 。うわー、道凍結してへんやろな、怖いな。大丈夫か、でもバイクで行ってる人おるな、向こうから来たなバイク、ってことは大丈夫ってことか。そっか、でも昔こんなところまで鉄道が走っててんな。へえ、ええよ、トラックゆっくり走ってよ、俺もゆっくり走りたい派やで。いいね、ゆっくり走ってゆっくり走って、こんなとこでブンブン飛ばされちゃかなわんがね。右方向です、奥三河総合センターって、これでええのか、
ほんまか。あーこれか。おーおお、こら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 、奥三河郷土館。おーすごいすごい。おーすごいじゃん。へえ。すごいすごい。ちょっと見せてもらおうよ。